セインとセイヤ、セインと、セイヤの登場人物、聖堂セインと流星座の紫、竜紫竜と、セイヤ竜星座の紫竜は、車田正美の漫画、セインとセイヤ及び、それを原作とするアニメに登場する架空の人物。作中ではほぼドラゴン紫竜と呼称されている。アニメの公式表記もこちら。本項目では、セインと、セイヤオームにおける、 天秤座の紫竜についても取り扱うこととする。聖夜をはじめとする多くの聖堂聖院と同様、グラード財団総帥の木戸三政の百人の被着室師の一人として生まれる。三政からは認知されておらず、孤児として育ち、他の兄弟と同様、木戸三政の子であることを知らずに育った。中国、露山五郎法で老子子と黄金聖院と天秤座のわらべとに支持し、 5年にわたる修行の末に、ロザ山の大幕府をも逆流させるドラゴン最大の奥義、ロザ山昇流派を体得。大幕府の底に眠っていた、流星座の誠意を得て、聖闘しとなる。当初は、死の教えを試すために、戦いの場に臨んでいた。アルゴルとの戦いで視力を失ったことから、誠意を返上し、修行地のご老法で生涯を終えようと考えたことも、 あったが、聖域での異変を知って、戦いの場に復帰した。誰よりも友情に熱く、正義のセイントとして覚醒してゆく。十二宮で、ヤギ座のシュラとの戦いの際、自分たちのような不幸な子供たちがいなくなるなら、この命など安いものと、自らの命と引き換えに、ザ山交流派を放ち、シュラと共に宇宙のゴミとなった。しかしシュラが、紫竜だけでも助けるために、 自らの黄金聖意をまとわせ、地上に戻している。続編、セインと、聖夜ネクストディメンション名王神話では、捨て子の赤ん坊を、小竜と名付け幼馴染の春霊と共に、育て農業に勤しんでおり、氷河が聖夜を救うべく共闘を持ちかけるが一度拒否。しかしその後現れた、蕎麦と退治し、友のために戦わない奴を許せないと滝に落とされた、ことで、 聖夜の救出を決意し、流星座の聖衣と老子の杖を持ち氷河の後を追う。過去に来週して、天秤宮に落ち、天秤座の黄金聖とで、当時18歳のワラベドラと対決した。なお、前作のポセイドン編では、海投手クリシュナとの戦いで失明したが、同作品では、回復に至っている。聖人と聖夜オウムでは、春霊との間に、実死、流が生まれており、 彼の死でもある。過去のマルスとの戦いの影響で五感を失った状態にあり、他人との交流は小宇宙を通じてのみ可能。ドラゴンの聖意はすでに龍鵬に譲り、守り続けてきた天秤座の黄金聖意は、かつて、ワラベトラの元を出奔した弟弟,弟子の玄武が受け継いだ。後に、アプスの滅亡に伴いましょうから回復したが、新たな戦いを予見してご老報で、 劉邦を再度鍛え上げ送り出す。その後、玄武の戦士を悟り表が山戸家と一緒にパラスベルダへ、趣けが人の救護を担っていたが、国の門の前にて、劉邦が預かっていた玄武の聖遺跡から天秤座の黄金聖遺をまとって、黄金聖人とに復帰、劉邦と共にドベルグの道を進む。本作での属性は水。性格は誠実で勤勉。 死両深く落ち着いた性格であり、後に、セイントのようとなりふる存在とまで呼ばれている。大変ギリ固い性格である。ただし最初の頃は、道トラから昇流派の弱点を指摘された際に、自分の昇流派を破れる者などいないと言い張っていたり、銀河戦争の聖夜との戦いでは聖夜を無視して、試合の場から去ろうとするなど、傲慢な態度が目立ち、道トラからも、精神的な、 幼さがあると指摘されていた。聖夜とコンビを組むことが多かったが物語、中盤以降は氷河と行動を共にするようになる。外見は腰近くまで伸びた黒髪が印象的な美少年。しかし、幼少の回想シーンから聖夜と話してるシーンも多く、聖夜の地域的立場の頭脳的存在であり、当時から子供ながら大人びた発言が多く、その多くの助言で聖夜を救っている。 中でも、盲目という利点があるが、双子牛での迷宮の突破はかれ、なしではなしえなかった。なお、初期アニメで体型を、がっしりとした筋肉質に描かれたために、その武骨なイメージが、根強く、まだに誤った体型で描かれることが多いが、黄金、聖度の中で一番痩せている。キャラクターデザインと作画監督を務めた荒木慎吾が、最も整った顔と評した。 道虎によって、戦意としての東方のみならず、生きるという根本的なことを教わり、孤児という境遇の中で光業を見出した紫竜にとって、修行地である古老法は、正統史となった後でも安らぎぬ場所である。春霊からは、深い愛情を抱かれており、紫竜も彼女を通じて、人間の心の温かさを初めて知ることができたと述べている。アニメでは、わらべ虎、 春霊と共に、家族のように食事をとるシーンも描かれた。師匠のわらべとらからの第一印象は、後年の車だしか筆番でも、堅物すぎてつまらんから帰れという評価だったが、ハーデス編では、老子と一緒に戦って死にたいという言葉を聞いた。わらべとらは、最終的には、アテナ、キドサオリには、わしが、お詫びしておくから好きにしろと命じた。不器用な弟子であったが、道とらは、 紫竜の実直で誠実で、正義感の強さが、正統士としての最大武器と認めていたが、同時に柔軟性に欠けてるとも指摘しながら愛してした。攻防のバランスが取れた正統士で、盾に頼らずとも身軽なため回避能力にも優れている。加えて、連続攻撃より一撃必殺の技を多く持つ。戦いにおいては相手誠意を脱ぎ捨てるなど、 敵前で自身を追い詰め排水の陣で小宇宙を高めてゆく。そのため、限界を超えた戦いの最中で、出血多量や失明、挙句には下詞に至るなどの重傷を負うことも多い。小宇宙が最高点にまで燃え上がると、竜が天に登るときに発するという臨機が全身に満ち、背中一面に竜の姿が浮かび上がる。後に、セインと、 聖夜ネクストディメンション名王神話で語られた設定によれば、この竜は竜門と呼ばれ、道虎の背に浮かぶ猛虎と同じく、聖闘士のようとして、天秤座の聖意をまとう資格の証とされる。本編終盤では、師匠である天秤座のわらべ虎と、死闘を繰り広げたヤギ座の修羅の二人の黄金聖院との技を受け継いでいる。聖院と聖夜オームにおいては厳格な無人に成長しているが、 道うらに教わった譲り派の心を実践し、息子の流法をはじめとする新世代のセインとの成長を促すことを第一とする。映画、セインと聖夜レジェンドオブサンクチュアリでは、16歳、177センチメートル。新年のために命を投げ出すことも厭わない義の男。小宇宙が最大に燃焼すると、自らの背中に小竜が発現する。 非常に真面目な性格をしているが天然な面もある。常に敵との遭遇を念頭に入れ、日常的に誠意を装着しているなど、誠意並みの頭の硬さと仲間から呆れられた。聖夜たちと共に、沙織を狙う聖堂聖人を蹴散らし、彼女と出会う。気度計では来週したアイオリアとの戦闘で歯が立たなかったが、光り輝く、小宇宙を放った沙織を真のアテナと確信する。 サオリを奉仕到達した十二宮では、巨海宮で、デスマスクを倒す。木戸邸では、表紙にご老報に座す老師が描かれた、雑誌、月刊ご老本を読んでいた。ありがとうございます。